そんな寒ないけど急に震え止まるやん。皆さんこんばんは、ゆうこのメイドの吹上です。はい、本日の動画はですね、寒くなってまいりましたね、あったかグッズ紹介でございます。はい、ちょうど音楽が、はい、あ、クリスマス始まった、ちょっと始まった。クリスマスの楽しい時間を、はい、やー、ということで、はい、移動してまいりましたが、はい、本日の動画はですね、とりあえずあったかいものグッズの紹介ということで、一つ目の紹介はホットの飲み物でございます。これ基本的に320円とかで各カート、まあ売ってないカートもあるんですけど、うん、基本的に各カートで売ってて、これはコーンスープなんですけど、じゃあちょっと飲みかけて、ね、コーンスープの味はね、はい、あのガストの、ドリンクバー、うんうんうん、ドリンクバーとかでさ、あのたまにあったりするやん、あるある、 ココアとか、うん、コーンポタージュとかあったりするんですが、うんうん、その味です。あったまったりできるものになりますので、はい、かなりおすすめになります。おすすめですね。まず一つ目はドリンクということで、はい、ドリンクですね、はい、他には、オニオンスープ、コンソメスープとかもあったっけ、なんかね、いろんなスープがあるんですよ、うん、確か抹茶オレとかもあったような気がするね。あとカフェオレとか、うんうん、ホットコーヒーとか、うん、でちなみに各レストランにはですね、うん、コーンポタージュ以外にクラムチャウダーであったりとか、うん、各種ね、スープがありますので、レストランに行った際はぜひチェックしてみてください。はい、はい、では、あとね、はい、はい、もう一つちょっと紹介していいかな。はい、あ、ここでいいんですか。はい、はい、さっきね、うん、視聴者さんに声をかけていただきまして、はい、貼らないカイロをいただいたんですよ。はい、めっちゃありがたいです。これ基本的に、パークには持ってきた方がいいよっていうものになるんですけど、はい、ちょっと早速使わせてもらってます。ただね、パーク内に売ってもいるんですよ、うんうん、はい、それもですね、今回、一箇所紹介させていただきたいと思います。あとはですね、カリフォルニアコンフェクショナリーとユニバーサルスタジオストアのあったかグッズの紹介とですね、本日この後、母上とたっくんがインパね、遅めのインパしてくるんですけど、その際にですね、買ってよかったあったかグッズ持ってきて、身につけてきてって言うたあるんで、はい、今回はですね、そちらの紹介もさせていただければと思います。はい、それでは最後までぜひご覧ください。ユミコンカイロね、ほんまにありがとうございました。これ今日持ってきてなかったから、ほんまにめっちゃ嬉しいです。今日は夜までコースやったので、ね、そうそうそう、本当に買おうかな思ってたんですよ、うん、よかったよかった、ありがとうございます、ありがとうございます。メイドの土産、ユニバってね、結構ブランケットの種類めっちゃあるんですけど、うん、なんかね、いざこの服で着てみたらめっちゃ寒かったみたいな時にちょうど1枚羽織れるっていう意味ではかなり機能的にいいものだと思いますので、おすすめです。特にね、こういう折りたためるやつが多かったりするんで、多分1枚羽織るだけで全然違うと思います、うん、でね、さっきね、いろんな種類あるって言ったんですけど、で基本的にはね、フード付きポンチョとビッグブランケットの2つに分かれます。これちょっと見てもらったら違い分かると思います。これがフード付き、フード付きポンチョね、ほいほい、うん、これは普通のブランケットになります。はい、まあ大きな違いは、基本的にフード付きポンチョは、4000何倍だったかな、ちょっとフード付きポンチョの方がもちろんフードが付いてるんでね、うん、高めっていう設定になっております。結構ね、これ折りたためたらクッションみたいな感じになるんで、あのショーを待ってる時とかもね、これをね、クッションとかにちょっと下に置いて汚いかもしれへんけど使えたりもするんで、そういう意味でもおすすめですね。
ペンって。4300円。このなんか 毛がいいね。毛が買うか迷ってんやんけど、どうしよう。持ってるやんか。手触り的にはかなりあったかいから。確かに。いやどうしようかな。あすごい、うん、もうちょっと迷って。ちょっとね、USJ の買い物のポイントなんですけど、はい、ちょっと喋っていいかな、うん。ね、この前これ買った時もそうやってんけど、うん、ここがね、ちょっとほつれてたりしたんよ。これも自分で直したんやけど、ほつれてたっていうか、こう綿がペッペッペッってこう出てて、ミャーってなる状態やったりとか、いろいろあるんで、基本的にね、USJ のね、グッズはね、こう入り口に消毒液もあるんで、もうね、自分で触ったり、しっかりと安い買い物じゃないんで、こういうのね、なんか内側とかちゃんと触って、うんうん、確かめてから購入した方がいいと思います、はい、結構個体差ありなものが多いので、はいうんはい、これはね、批判してるわけじゃないです。正味ね、どの服屋さんでも言えることやと思うんで、もちろん俺もね、USJ 外の、USJ 外で服を買うときは結構いろいろ触って質感とか確かめたりするんで、まあこういうご時世っていうのもあるかもしれないんですけど、しっかりと入り口で消毒をしてたら問題ないかと思います。はい。はい、最後にね、あのパートを紹介させていただいたんですが、はい、ぶっちゃけあそこで全部揃います。はい、ね、さっき紹介したかぶり物であったりとか、手袋もあるし、あとブランケットもポンチョもなんかワゴンみたいな形で売ってます。で、極めつけはここにはね、カイロも売っておりますので、ちょっと寒いなって思った時にはここでいろんなものグッズを買って、アミティでクラムチャウダーとかね、そういう黄金パターンもありなんじゃないですか。
やかはね、今日ユニバのグッズは頭と手ですね。手です、うん、はい、これ頭はちょっと前に買ったんですけど、うん、はいはいはい、中がそんな感じ蒸れへん感じやね。あ、そうやね、あんま蒸れへん、うん、で、なんかここにボアボアがついてるから結構寒さ対策、はい、寒さ防止にもなるんちゃうかなって。いい感じやね、うん。で、あとこの、これあんまりみんな推奨してないかもやけどもう究極寒だったらこれやね。それな、はい、結構やっぱり下げたらあったかそうやね。そうそうそう、あったかいよ、ほんま耳隠れるし、めちゃめちゃおすすめです、うん、いいね。はい、で次はね、この手袋、はいはい、今回ちょっと初めてまあ出したんやけど、うん、これは指が出るのでこれ、鮮やかすぎてちょっと生で見ても眩しいぐらい赤が強いよね、めっちゃスーパーキノコということで、手が出るよね、指が。なのでスマホ操作とかも、うん、ほら、あ、めっちゃやりやすい。あ、めっちゃいいわ。いいね、ここあったかいまま、うん、おすすめです。はい、おすすめです。はい、ぜひ買ってみてください。はい、はい、ということで、はい、結構スヌーピー尽くしやんね、お母さん。そうそうそう、最近スヌーピーのちょっとグッズ買い出したからね、また、うん、今日はスヌーピーのカバンも持ってきたよ。あ、そうな。これな、あったかグッズではないけど、これはめっちゃ入んねん、うん、これ冬これからの季節にな、うん、ちょっと下に着るインナーとかも今日入れてきてんねんけど、そうなんや、まだ余裕あるぐらい。しかもこれ結構安いんよね、見た目。そうやね、これ安かって2000円もせへんかったから、かわいい、はい、バッチつけるすっごいキャラ大渋滞してる。手袋だけ見によティム、うん、なんかの時に買ったやつや、なんかの時に買ったやつや。なで上のスカジャンとで中がそれがトレーナーじゃないの。この間ほらこのセーター生地になってこれ可愛いよね。ということで、はい、お母さんの買ってよかったユニバのグッズセットでした、ね、ちょっと今日は晩に備えて、うん、手袋持ってきました。これな、ちょっとお母さんには可愛すぎてでも入れちゃったいいのどうです。めちゃくちゃ生きてるやんめちゃくちゃ生きてますけど、今日それだけですか、一着だけですか。うっとしい紹介の仕方、うっとしいだってキャラクターに一貫性なさすぎじゃない何キャラおんのこれ合計で、10弱もっとおるやん絶対もっとおるやんなるほど、じゃあちょっと1枚ずつ紹介していってもらって、1枚ずついきましょうか、はい、1枚ぐらい。こちらミニオンのダウンですね。はいはいはい、これは8900円やったかな、うん、で購入いたしたやつでございます。これね、すごいよ。前を閉めると、はい、ここのね密着度もマジで風通せへんし、うん、で中めっちゃポカポカすんねん、はいはい、歩いてたら汗かくぐらいあったかい。これはめっちゃいい、はい、でねその次こっちですね。今ねあんまり来てる人見かけんくて、この前見た時がねハロウィンの時のねギャル2人組が来てて、うん、それとお揃いでした、はい、よかったね。ちょっとなんか見合ったもんね、うん、あ珍しいの来てるみたい。一回回ってみてこれしかもね結構夜映えるんやな。めっちゃ可愛い。後ろあいいね、ビッグバードがアイコスが飛んでいきましたけどはい、ということでボアハット、スヌーピーのダウンジャケット、中はね魔法界のコーデュロイジャケットそっちね、コーディロイジャケットですね、はいはい、多分これねまだ品切れになってるかと思います。そうやね、販売して多分1週間ぐらい、うん、1週間以内で多分品切れになったぐらい、ほんまほんま一瞬でなくなったよね。そうや ね、 ね、まだ入ってるかどうかちょっと分かんないんですが、これはねめちゃめちゃあったかいし、ダウンもめっちゃあったかいです。結構軽かったんよね、なんか持った感じ。そう、これ結構ね軽いよね、なめっちゃいい。で一応ねかさばるはかさばるんですけど、うんうん、まあ一応ね寒いよりは暑い方がいいかなと思いまして、確かに、うん、そうそう、こういう感じであったかめの格好をしていつも着てるっていう感じでございます。ボアハットね結構中もこれ蒸れへんタイプの素材になってて、ね、よろしいかと思います、はい、本日11月28日日曜日になるんですが、さっきまで14度ぐらいやったんですけどちょっと下がって現在13度ぐらいになってます、はい、10度切ったら鬼寒いと思っていただいたらいいかと思います。
はい、大阪もな10度、はい、過ぎたら寒いもんな、どこもな大阪も東京もヘルシンキもそうよ、はい、ということで本日はね、あったかグッズであったりあったか飲み物であったりいろんなものを紹介させていただきました。最後まで見てくださってありがとうございました。参考になれば幸いでございます。ということで本日の動画が参考になったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあせーの、バイバイ。